皆さんこんにちは、ロペピクニックプレスのなおです。今回はゼロスリーブニットを使った低身長の私が着こなす5ルック、ぜひチェックしてください。どうぞ。はい、最初はマーメイドスカートと合わせた大人かわいいコーディネートです。カーディガンを肩にかけることで目線が上に上がるので、スタイルアップが叶う着こなし方になっております。気温差があるお出かけにもぴったりです。こちらはさっきとガラッと雰囲気を変えて、きれいめカジュアルスタイルに、シンプルにスッキリとまとめたところがポイントです。こんな風にアウトしてきても着丈がちょうどいいので、低身長さんでも綺麗に着こなせるニットになっております。はい、3コーデ目はガラスカートが映える夏の主役になれるコーディネートです。このスカートは着丈が選べるので、低身長さんは短め丈を選んでみてください。チェックが華やかなコーディネートはデートやお友達とのお出かけにとってもおすすめです。はい、4コーデ目はいつもとガラッと違う雰囲気になれる大人なコーディネートになりました。着膨れして見えないゼロスリーブニットはこんな感じで、サロペットやワンピースのインナーにも使っていただけます。このサロペット後ろがフリルでとっても可愛くて、このストラップも調節できるので低身長さんでも安心して着られます。公園やピクニックなどカジュアルなお出かけにぴったりのコーディネートです。はい、最後はデニムと合わせてフレンチシックに。白トップスとデニムとバレエシューズってどうしてこんなに可愛いのでしょうか。さらっと羽織れるジャケットもプラスしてかっこよくアップデート。それを1回まくるだけで抜け感が出せるので、低身長さんにおすすめの着こなし方です。ゼロスリーブニットの着回し5ルック、いかがでしたか？皆様もこのトップスと一緒に夏を楽しみましょう。